もう一つの科学的に正しい桃太郎。三匹を家来にした桃太郎はいよいよ鬼ヶ島に到着します。そこには鬼がたくさんいました。犬、猿、キジは鬼を相手に奮闘しますが惨敗してしまいます。鬼は大きくて強くて金棒まで持っているからです。賽銭を誓う桃太郎は家来を変えることにして熊、イノシシ、ワシをスカウトします。そして彼らは鬼ヶ島へ渡り、激しい戦いに身を投じていきました。その後、桃太郎の姿を見た人は誰もいません。おしまい。